こうデビューの時からはい、僕のディレクターとして担当してくれたもので、もしフォークの方のことで少し詳しい方がいれば、ベルウッドレコードというのがありまして、URC レコードとかベルウッドレコードとかってありまして、ベルウッドレコードの第一弾は赤田森夫の赤色エレジーですね。でその他、ハッピーエンドとか、友部正人とか、もう本当にフォークヒストリーに名前が出てくる人たちは、ね、ほとんどベルウッドレーベルのアーティストなんですけれども、そのベルウッドレコードをキングレコードの中で立ち上げた男が三浦幸喜なんですね。で僕はもう本当に彼のプロデュースでこの世に出してもらったという関係なので、三浦の友人ですかみたいなことで、それから親しくさせていただいて、辛口評論家としての佐高さんではなくって、お家では奥方から軽口評論家と言われているそうなんですけれども、軽口の方のお付き合いで、ここまで来ております。さて、日本チェルノブイリ連帯基金という JCF というNPO があります。設立当初は、NGO だったんですが、今 NPO で、最近特に有名になりましたが、鎌田実さんというお医者さんが諏訪中央病院の当時は院長で、今は名誉院長ですかね、その鎌田実さんが理事長で、ある日あちらの方から子どもたちが、特に子どもたちがそのチェルノブイリの原発の事故以後健康障害を起こしていると、で自国の医療ではなかなか間に合わないので、日本に子どもたちを連れて行って見てやってほしいという、民間レベルでの SOS が入ってきて、それをキャッチした、鎌田実さんと松本の浅間温泉の中に神宮寺というお寺がありまして、その神宮寺の和尚さん、当時は副住職だったんですけど、今住職高橋拓司さん、それと信越放送の野沢さんという女性ディレクターと3人で、とにかく現地に行って現状を見てこようということで行きまして、そしていろいろホットスポットがいろいろあって、でその道中の中でベラルーシのゴメリ州、のとりわけ、チェチェルスクという、人口数千人の農村地帯ですね、そこでのホットスポットで、もう福島と同じように、人が住めなくなって、いる、あるいは汚染地帯に人々がまだそこにいるとかいうような現状を見てきて、そして、子どもたちを連れてきて見るということじゃもう到底間に合わない、これはもう日本の医療をそのまま送り込まないと、もし支援をするのであればということで、医者科学者、そういう専門家をのチームを作って、特に信州大学の医学部の先生方、外科内科、そういう小児科の先生方を巻き込んで、その中の人よりはご承知かと思いますが、菅野谷明さんという後に松本市長ねかなんかですねに、
今もそうかしら、うん、なんですけども菅根先生なんかも言って本当に献身的に献身的にっていうか医者の献身的にっていうとなんか非常になんて言うんでしょうか心温まる話みたいな風になっていっちゃうんですけどそうじゃなくてそれはあったかもしれませんがというよりももうとにかく神職を忘れて医療に関わらないと間に合わないというようなこう現地の状況それで予想はしていたつまり医療の現場が日本よりも遅れているというのはもう当然予想はしていったけれども予想をはるかに上回って当時で1992年いや僕が行ったのは発足してから1年目ですか91年ですか91年の段階で医療の民間医療の現場は日本よりか少なく見積もっても20年遅れていると言ってらっしゃいましたで医療で20年っていう時間っていうのは20年前に助からなかった命も20年後には同じ状況でも助かるというその医学の進歩を考えるとやっぱりその同じ1991年の段階でその現地と日本とのこう落差っていうものにまあ愕然としながら、月に2度ぐらいのデレゲーションを当初は派遣団を送って、診察調査そして医療 をで最初は現地の人その専門家要するにまあ医者ですね病院委員長そういう人たちもどこか非協力的というかどういう理由かよそ者に対しての気持ちかあるいはこうプライドかもしくはそういうその支援チームというのはもう世界各国から来てもそれはその時にバッとやって例えば薬なんかでも支援で来るんですけどその支援ってした薬というのは専門的な医者なりがそのジョイントしてその状態を見ながら服用を考えていくとかいろいろそれからその薬にはこっちの薬を併用しなきゃ成り立たないというような薬がそういうジョイントがなされないまま単体で薬だけをガサッときても役に立たないわけですね死んだ薬になってしまうでそういうようなことの回数を重ねていくので外から来た人たちをこう即信じるわけにはいかないみたいな気持ちもあるんでしょうかでですけれどもその高橋さんやその鎌田先生そして信州大学の先生方本気だったわけですねで1年2年経ちこの人たちは本当に本気であるというようなことでどん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 状態が変わってきてそして、日本のチームを送り込みまた向こうの医者もちゃんと医者として病院で働いている先生に日本に来ていただいて研修をしていただくとかいうことですねで杉野先生なんかとうとうもう自分は信州大学をお辞めになって向こうの病院に行ってサポートするで例えば彼は資格としては外から外国から来た医者ですからなので例えば手術で外科医ですけど手術執刀するっていうことは直接執刀することはまかりならぬというのが一応建前なんですけれどももう行ったその日からもう先生もうとにかくやってくださいって言って手術をで僕もお便りも行った杉根先生からいただいたことがあるんですがそのお便りには小室さんやっぱり案の定ですが本当に医療の現場は劣悪です手術しようとするんですけれども自分が使おうとするメスで錆びてないメスを探すのは大変ですとでそのメスを研いで使うわけですけれども日本と同じ現場であれば私はまあその彼の技術というのはこの少女の甲状腺のがんを手術して喉をこう切るわけですけれども
あの日本での同じ器具があれば、あの数年経ってその傷口がわからないようにするだけの技術を私は持ってますと。でもあの現時点でのこっちでの現場でのメスでは悲しいかな、それができません、傷跡が残ってしまうでしょう、残念ですというようなお便りをいただいたこともあります。それでも前向きにここでがあのこう未来に向かって、希望を失わずにやることだと思うというようなお便りをいただいたこともありますが、そんな状況でした。で僕もあの僕は何の役にも立つわけでもないんですが、なんかあの高橋さんやら熊本先生があの小野さん来ませんかとかベラルーシとかって、で、まあ、僕は行きたくないわけですね、別にあの汚染地帯にね僕が行って何の役に立つわけでもないわけですし、あのでもまあ、 あのなんか、まあ何度か言われている、なんかこう断る勇気がもうなくて、そうですね行きますかねみたいな感じで92年に行きまして、まあそれでも現地に1週間10日いて、当然被爆して帰ってくるわけですけれども、あの専門家からのそのぐらいだったら、外部被爆内部被爆でもあの帰ってきて 2,3 ヶ月もすればもう退社してしまうんで大丈夫とかってあの、まあ、言われてはいるんで、あーし、あーし、はい、おいでになりました、どうぞみたいなことで佐高さんです。いやいやいや、じゃあこの話ちょっとさっと決着つけちゃいますけど、で、まあ、そういうサポートの形で医療的にだけではなくて、そのいろんな文化的なこと、いろんな角度から交流をしながら進めていくということが大事じゃなかろうかというお考えのもとに、あの絵描きで、まあ、亡くなってしまいましたが貝原博さんとか僕なんか写真家の本橋誠一さんとかも行って、向こうで文化的な交流をというようなことで、行って、あのはい、ホットスポットとして廃村になって、まあ、行政的な指導のもとにここはもう住んではまかりならぬということで、村の入り口には骸骨のマークのドクロのマーク の看板があって立ち入り禁止ということになって、まあ、もうそれでもで移住した人の中の年寄りたちは帰ってきてそこに住んでしまう人がいるんですけど、まあ、そこにも僕は入りたくはなかったんですが、ちょっとスタッフがちょっと寄っていこうとかって言ってどういう考えをしているのか、で僕はカウンターを持たされてまして、その村に入っていくと僕あの当時で日本の大気の中でだいたい20ぐらいカウントされるカウンターなんです。でそれが、その廃村の中に入っていくと、入っていった途端にもう数百というレベルがパーンと上がるんですが、それでその数百とかなんとか の単位が何の単位かっていうのが分かってないっていうのがもう全然ダメですけど、あのこの間専門家の人にやったらそれはあれですね、なんとかマイクロなんとかかんとかですとか、まあ、言ってましたけどそれで家畜小屋とかね、それから台所に行くとガーンと上がって、800銭ぐらいに上がっちゃったりする。それはあの家畜小屋はあの家畜が植物を食べます、放射能を吸収した植物を食べてそれを排泄すると、その排泄されると排泄物の中により濃度の高く残留するらしいです。それから台所もかまどであの木を燃やす、そこにもあの放射能の含んだ木を燃やすことによって灰の中により濃度が高くあの放射能が残留するというようなことで、ちなみにあの4号炉の前、あの国境を越えてウクライナに行って、4号炉の前にももちろん許可を取ってですあの行ってきましたが、もう当時あの石棺と呼ばれるあの黒く砂と鉛であの覆ったものにはもうひび割れがあって、
そこから放射能が大量に漏れているんですけれども、僕のカウンターで、そのカウンターは1万5000まで計測可能なんですけれども、そこで測ったら1万5000振り切って計測不可能でした。でそこはもう5分間しか滞在してはならんと、それ以上いたらあなたの命を私は保証しないと向こうから言われて、みたいなところに行ってきまして、その92年と94年と行ってきたところで、94年に行った時に現地で作った歌があります。ふっとなんか思いついて出てきた歌なんですけれども、それを歌ってみます。全く僕が見てきたチェルノブイリ、そしてそのベラルーシ界隈、界隈でホットスポットが生まれて、人々あるいは自然が破壊されていることを見て目の当たりにしてきたんですが、よもや自分の国で同じこと、いや、よりやりづらいことになっているということらしいですけど、本当に思わなかったっていうのが本当にうかつのいいことで、本当に高木神社堂さんとかそういう方の考えていることにしっかり耳を傾けていれば、それはもう切るべきって今起きたことではなくて、それなのにその国の原発に発砲金というのが何ら自分の中に見えされてないというのが、雨の音が思い出の前を捨てられる君と食べられる林檎の花と君の髪に飾られたあの日、まるで黄色の
されるもう君の日が ようこそいらっしゃいました。ねえ、私あのこの歌、小室さんの歌の中で一番好きなんですよね。一番好きっていうとね、他にないのかっていう好きな、最も好きな歌の一つということですけど、はい、すみません、あの地産のお詫びをちょっと、昨日今日とあの郷里で羽黒山で、あのなんか向こうのなんていうんですか、祈りと再生、東北からのなんとかっていう、はい、喋らされまして、今朝もあれで小室さんが泊まっていただいたというか、羽黒山の宿坊大神坊って、私の学生時代、あの東京の学生寮いた時の同室の男が、やっているところで、まあ、そこには菅三順、田中裕子、いろんな人みんな連れてって、皆様ともぜひ、あのなんかすごく心洗われるよね。僕そこに連れてっていただいたことないですよ。泊まったじゃない、何言ってんの。ああ、そっちね、僕は今駒込の話かと思って。駒込は汚いところらしいんですよ。駒込はその頃、あ、今度綺麗になったんだ。いやいや、まあそれはいいけど、駒込の頃は小室さんと知り合ってないんだ。そうだよね、そうだよね、オッケー、わけわかんない。そう、あのあそこね、そうそう、なんだっけ、大神坊、大神坊いいですよ、すごく。でね、何がいいって言ったら、その大学の時のその、うん、で、わかんないんだ、庄内弁、言葉が、うん、あのね、あれで気遣ってんですよね、結構ね。だからもっときっと分かんないんだろうと思うんだけど、分からない。あれ分かるんですか、佐高さん。いや、もちろん私はそれ使いますから、小室さんのってこう始まるわけです。そうそうそう、うん、それでね、やっぱりあの、うん、でもすごく魅力的だって。いいんですよ、それがね。あの数日前に、あの佐高さん、そんなやりたくもなかったらしいんですけれども、 あの今日これを宣伝のために使って。そうです、書店だからいいんですよ、こう大いに宣伝してね。あの本が出たばかりで、あの飲水思想という飲水資源という、ご本の出版記念会があって、その時に、テルヤ監督さんという、あの、沖縄の政治家、議員、代議士で、この方もあのご挨拶に立ったんですけどね、冒頭結構長々と内縄口で、あの沖縄弁でやられて、これがねいいんですよ。いいって言っても分かんなかったでしょ。分かんないんですよ、うん、分かんないんだけどね、僕はね、うん、このもう本当にね、最近は富にね、分かることになんか意味がないな。大事なことは感じることなんです。なんか哲学者の域だよ。そうそう、あのね、正義っていうのが、うん、あの実行されるときっていうのはね、言葉とか理屈じゃないんだよ、感じることなんだよね。なんかチェルノブイリの放射能浴びすぎたんだよ。それでそのテルヤさんの言葉も良かったんですけれども、その大神坊の、うん、
早坂、早坂さん、これが分かんなくていいんですよ。すごく気持ちよいの。特にもう彼が喋ってるのを魚にして酒なんか飲んでくださいね。もう本当に気持ちいいですよ。大体あの庄内地方で庄内弁ってあれフランス語に似てるって言われるね。ああ、うん、特に東北弁はどれにしてもフランス語に似てますよね。あの褒めてるんですけど。そう、でも小室さんね、さっきね、はい、あの私の大好きなそのアメノベラ漁師、はい、なぜいいかっていう考えてたのに、いつも泣くんだけど、さすがに今日はね講習の面前だから泣かなかったけど、あの許されるものなら許されるならなんですよ、はいはい、あそこだと思った。うん、俺許されない人生を送ってるからね。そういうことかい。話はそっちに持っていく。いやいやいや、そういうか。まあそれとね、話許されないですよ。男はもう全員許されない。俺はね、死刑廃止論者だけども、まあ、あの大雑把に言うならば男は全員死刑だね。またそういうね、また見張って、それがまたいろんなはっきり問題を、あそうだねとか言ってけば以上、遅刻してきて。いや、そいやでもね、そういうにはあまりに重い問題抱えてらっしゃる。いや、そういったね、うん、俺は忘れ、あの最初がほらこのトーク、今日佐藤誠書店の最終回、はい、あそうですか。で最初が田中裕子さん、おおすごい。おいで締めが小室さんなんです。おや、あまずいじゃないですか。いやいやいや、そしたらね、やっぱりね、なんかこうゲスいらっしゃってる方がね、うん、だんだん品が良くなる。この次やったらどうなるんだろうってくらい、今日なんかもう、どういうことは菅三順さんはどうなるわけ。菅三順は呼ばなかったから、ね、あいや、ま、最初が誰だって。田中優子、あ田中優子さん、すごいじゃないですか。でもあの人だってですね、張り方と江戸女なんて本書いてる人ですよ、それは。確かに、ね、確かに、はい、だからね、やっぱり小室さんその上品のもね、すごい。話変えましょう。それで、はい、その坂田と羽黒さんで喋ってきたのは、はい、まあ、地域力とか言うわけですよ、うん、だから地域力っていうのはつまり方言力だと。そうです、方言というものを、まあ、まさにあのさっき照屋さんの話されましたけども、はい、ね、え、戦争中はやっぱり方言というのは邪魔になるわけですよ。統一的にこう言葉思想とか考え方が伝わらなきゃならないから、だから方言札っていうのをぶら下げさせたんですね。そうよ、ひどい話ですよ。皆さん初めて聞くような顔して、まあ、年配的にはそうですかね。方言札はだから自分が方言使うと、あの 使ってこう書きさせられるでしょ。東京で育ってるような人はね、方言札のことはほとんど知らないと思いますよ、うん、それで、ね、まあ、なんかそれなんか今東京優位的な話した。いやいや、東京、いや東京がいかにダメかっていうことですよ。まあね、うん、そうも聞こえなかったけど、まあ、いやでそれで自分が札下げられたら誰かが方言喋ってるのは発見してそっちにこう書けなきゃならないわけ。そうするとね、優等生ほどダメなわけですよ、官僚になるような。そうするとそれはほら、いわゆる標準語っていうのに慣れていくでしょ、うん、方言捨てるわけですよ、はい、優等生とか官僚っていうのは、ええ、ね、うん、そうすると方言がなくなっていくわけ、ええ、だから山の内バクナっていうああいう沖縄生まれの詩人なんていうのは最後までやっぱり方言にこだわったとね。そういう方言をなくする、だからもうね、小室さんが東京に生まれただけでね、一角落ちてるわけです。そうなのよ。そうです、本当にそうね、うん、角はね、二角三角は十分に落ちてます。まあね、あまりこう素直にうなずかれるとやりにくいんだけど。そうか。それで藤沢周平ですよ、まさにね、小室さんも縁を深い大好き、うん、藤沢周平の作品の春秋山伏っていうの、これ全編方言って書いてある、うん、あ面白いよあの本ね。でも小室さん分かんないでしょ。あれ分かんないですよ。分かんないでしょ。分かんないですよ。うん、うん、でもよくあれを出したね、あの藤沢さんもね。でもやっぱりさすがに藤沢さん当然プロですから、ちゃんと読んでいくとね、うまく分かるようにしておいてくれてはいますけどね。あでもダイレクトには分かんないですよね、あの方言は。そうそう、はい、で小室さんな、分かんないものがいいと、小室さんその境地までたどり着かれた。ちょっと喋ってもいい？どうぞどうぞ。あのね、つまり
方言っていうことっていうのがさ、あのもう保守も革新も全部あの含み込んでるわけですよ。ギャッと保守的なことでもあるし、しかし言葉っていうのが何かを求めていくときに、言葉を使うときにね、それは革新であらざるを得ないときがあって、そういうその2つの相入れないものを合わせ持っているっていうのが言葉だと思うんですよ、方言で。方言っていうのはその地域に育った人たちが、あの良いことも悪いことも両方あると思うんですけれども、受け継いできているんですね。でその受け継いできたものの中には、本当に僕たちが暮らしていくのにあの大事なあのことっていうのが、あのそこには面々と受け継がれていて、だから方言を受け継いでいくっていうことは生き方を受け継いでいくっていうことだと思うんですよ。で生き方っていうのは理屈じゃなくて、その感じでしてしまう、このことは許される、していいんだっていうようなことっていうのも全部方言の使い方の中にね、僕はね多分あるんじゃないかと思うんですよ。なんかもうね、デカルト、カント、ショーペンハウエルみたいな話なんですけど、小室さん僕は その人たち会ったことないから知らないですけどもあのね、昨日もだから喋ったんですけども、まああの私たちとあえて言うと、もうちょっとあのいわゆるアルツハイマーっていうのが資本に近くなってますよね。相当ですよ、相当で、その人たちが入れられた、なんて入れられたというか病院というかなんとかで一人ね、特にこう、うん、なんていうかこう気難しいおじいちゃんがいた、うん、ほう、まあ、小室さんとか私がおじいちゃんになった、もう十分おじいちゃんかな、なった感じのとね、誰とも話さない、うん、誰とも話さないそのおじいちゃんが、うん、そのおじいちゃんと同郷の看護婦が、はあ、方言で喋りかけたら初めて喋った。すごい感動しちゃうね。やっぱりその方言にはそういう力あるよね。ありますあります。だからまたその全部方言がいいというね、そういうのもまあ嫌だけども、ね、そういうなんていうかね、これ見よがしにね、方言をっていう人もいますからね。まあ、第二外国語みたいにね、ええ、温存するというバイリンガル、はい、ええ、はい、ね、うん、これでね、あのまあ小室さん言ったガッサン、ハングロサン、ユドノサンってこれデワサンザンっていうんですよね、はい、で昨日なんかまあユドノサンとかユドノサン信仰とかね、山折哲夫とか、まあ、詳しい人がいろいろ喋るんですよ。でまあ、ある種そのまさにほら今日の小室さんみたいな展開の話をするわけで、俺下界の話でこうちょっと足いやあれしたんだけど、だから湯殿さんっていうのはね、戦後も女人禁制だったんですよ。30年ぐらい女人禁制だったの。で今はえ、じゃああそこの綾坂さんところも、綾坂さんところは羽黒さん、ああそうかそうか、湯殿さん、さらに奥に湯殿さんっていうのが、でね、それ女人禁制、うん、それがね戦後30年ぐらいだから70年代にかその解かれたっていうんだけども、どういうふうにして解かれたのかって聞いてもね、うん、専門家知らないわけよ。お、私なんかやっぱそういうのがね、どういうふうに解かれ、なぜどういういきさつで解かれたかとか関心あるでしょ、知りたいですよね。そうなんかやっぱりあの、あ、今日いないからいいかな、その昔の話って言ったら頭昔の話になっちゃってね、今なぜだから、でまさに小室さん言ったように保守と革新とそういう伝統みたいな両方含んでるわけでしょ。女人禁制時代のある種のものと今解放された時と違わなきゃないよね、そういう研究ってあんまりやんないんだね。いつですかって言ってもね、70年代ぐらいかなとか言って、なんでなんだ、やっぱりね、あの昔のことを研究してる人はあそこで止まってこっちに来ないね。学者ってあの僕は分かりませんよ、分かりませんけれども、あの船舶なあの推測で言うと、自分の都合であの論を展開するってことないですか。 この辺ここに向かっていくためには、これにこの論を証明していくあ のには都合の悪いようなデータっていうのはちょっとこうそぎ落としていってしまう
そのそぎ落としたものの中に、それこそ宮本常一さんじゃないけども、ね、襖の下張りの向こう側にある真実みたいなさことっていうのが、学者はそっちじゃなくて、こう自分のこう目論んだところに進めていくことで論を編むことによって、まああのうん、生物扱わない人が多いよね、学者は。干物って私は言ってんだけど、干物、それもうちょっと詳しく話してください。つまりあの古文書とかね、うん、そういうのをでだから例えば歴史学会で言うと現代史は学問でないとか言う、ついこの間までそう言ってたの。ほう、私がわっぱ一揆になって一生懸命教わった、あの佐藤茂郎っていう人が言ってたけども、昭和史なんて学問じゃないって、こう昭和で起きてることなんかに価値はないぞ、そうそうそう、学問的な。だからものすごく違うわけで、だから古物やって古物商みたいなやつね。古物商だから私はあの干物だってんで、干物に生物のことはわからないって言ってるんだけども、干物と生物って往復しなきゃならないんだよね。干物は干物にとどまっちゃうでしょ、いうふうな話で、うん、生物 の話にこれ通じるのかな。言葉でもう一言ちょっと、うん、あの方言、つまりその男女がどちらからでも言い寄ったり打ち明けたりするときって、うん、やっぱり方言の方が絶対的に強いよね。標準語でさ愛を訴えても仕方ないよ ね、うん、ね、小室さん の、 あの東京に育ったもののね、うん、ちょっと資料の足りない方かなっていう、まあ、資料ってそれ資料ってごめん違う、つまり、ね、それは教えを請うてみたいですね。いやいやいや教え子はだって言われて、どういうこと、田舎者から見ればね、うん、なんか可愛い女の子が東京言葉喋るものに惹かれたりするわけよ。そこはもちろんそれはありますでしょ。だからそれはそういうところとこで、その先輩あのなんていうのか、騙されたりなんかすることはあるでしょうけれども、もっと違ってた、ね、ただあるんだよそれ。トンビに油揚げ触られるようにあるわけよ。悔しい思いをしたわけか。いやいや、しないけどね、それを女の人は浅はかだとはつなげませんよ、つなげませんけどもつないでんじゃない。だからそのあるわけですよ。何がこのぐらいにしとく。いや私は困らない。俺も困らないんだけどさ。でもその藤沢周平っていうね、はい、人と小室さんのつながり、ほらそうなんですよね。小室さんっていう人はね、あのこういう人でしょ。どういう人ですか。小室さんエッセイ集があるんですよ。さてコーヒーの話だがとかね。ああもう恥ずかしい、まあ、タイトル生意気だよね。さてコーヒーの話だがとかって、これかなりのベテランでなきゃつけられない題名ですよね。何よ。残念ながらその文庫になって絶版です。そうですね、はい、いいんですよ、うん。それと藤沢周平ってどういう関係なんですか。いや、それでなんかこう小室さんっていう人は藤沢周平会ったことあるんでしたっけ。僕はないんです。ただね、藤沢さんの自慢話はね、藤沢さんのあのちょっとわざとねやめてくれない。まあ藤沢さんのエッセイの中に出てくるんですよ。僕はどのように出てくるかっていうと、最近私はあるテレビドラマを毎週楽しみにして見ることにしている。でそれは山田太一さん の脚本による早春スケッチブックというものなんで、もちろん私はそのドラマのが好きで見ているんだけれども、もう少し言うとテーマ冒頭に出てくるドラマのテーマ曲がテーマ音楽が好きで見てるのかもしれないっていうんですよ。もちろんもうそのご推察の通り、僕がその音楽を書いたんですけどね。セミシグレもそうでしょ。でセミシグレはその周平さんが亡くなってからこの近年ですよね、 3,4 年前に NHK でセミシグレというドラマが作られて、その僕が音楽を担当したんです。ですから
周平さんに生きていてくださってね、聞いてもらいたかったなと思うんですけれども。周平さんに代わって私たちが聞くとか。わかりました。完売機っていうのがありましてね、その藤沢周平で私もなんかも喋って、いつか小室さんにお願いしたいっていうから、小室さんあのご存知かどうか、庄内日本海側に冬カンダラっていうカンダラ汁っていうのがね、これが全部食べられるタラ、カンダラ食べさせから行こうって言って、カンダラ汁で釣って、小室さん違うよ違う、あのね、あ、まあそうなんだけど、うんうん、そうか、そう、違うね、小室さん、カンダラ汁食いたくない、そう、それは食いたいけど、食べたくないでしょ、そう、うん、結構それで日にちを決められて行くことになった、結構簡単に釣られるね、それで小室さんに喋って歌ってだっけ、それから行ったらそれが完売したって言って、藤沢周平さん、ゆかりの人たちが集まって、そうそう、そこで藤沢周平さんについて、まあ、喋って、喋ってみたいなことをしていただきました。すっごい寒い時でね、いや帰れなかったんだよね、もう閉じ込められて、雪が、カンダラ汁で食べたの、つまり冬のタラをもうぶつ切り状態で内臓から何から全部ぶち込んで、そうそう、汁にしてあるんですけど、もうこう内臓が、そうそうそう、ちょっとネギぐらい入れてね、うん、あれもう少しで食べてしまう、ああそう、ああそうじゃなくていや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 だってあれはあまりごちそうっていう感じでもないのよ。でも、実はもうね、安くないんだよ、今やね。いや、やっぱり小室さんにね、カンタラ汁2杯でごまかしちゃ悪いかなと思って。それで、まあ、藤沢周平さんのその、天日プレスドラマで、ディレクターが、ディレクターが、今回はエンディングテーマ、歌でやりましょう。歌って言われて、本当に及川晃平というものが多いんですけれども、それだけの及川晃平に詩を書いてもらって、歌って、歌詞で、覚えてる、昔のものを覚えてるんですけどね、最近のものですね、途中で詰まるかも、一番だけ、いや、これがね、一番だけでいいのないか。4番まで行かないと、でところがね、ところがドラマで1分も流れないんですよ、テーマで後編には1分も流れないんだからね、短いって言うんだから、って、うん、まあ、分かった、で、しばらく言ってきた4番
小村さんがあんだら汁の話するからね、今朝8時にサンドイッチ食って何も食ってないんですよ、その後それでギリギリでまた山形空港着いたから、はい、で羽田に着いて2時ちょっと回ってね、本当は30分前着く、はい、あそこで立ち食いそば食べようかなと思ったんだけども、うん、それはやっぱりまずいでしょ。それはまずいでしょだからさあいくらなんでもまずいでしょ。そう思った。まあでも小室さん、まあ、10分ぐらい許してくれるかなと思ったんだけども、我慢してきたら今腹減ってるわけですよ。はい、でその時カンダラ汁の話なんかするから。カンダラ汁がうまいものね、うん、小室さんのところでその20日にねあれした出版記念会で長田行司さん、はい、長田行司さんっていうのはすごいね。小室さんはもちろん知って、もちろんもう知ってるどころかもうしょっちゅう飲みにも連れて行っていただいたし、
もう本当にあの、まあ、三浦航基がさっき三浦航基の話はしてたんですけれども、はい、三浦航基が本友であると。高校だから私たちは15の春に出会った、はい、52年来の春があったんだ夏秋がなくていきなり冬が来た、まあ、それでね、その三浦航基というものが僕のようなものにそのなんかこうちょっと声をかけてくれて、僕はこの業界に出入りするようになって、そしてあの時代、あの時代でなおかつ三浦航基というものがいなかったら僕なんかは全然日の目のあのを見るあの隙なんかなかったんですけれども、三浦航基も変わってんだね、俺みたいなものをこうあの扱おうとしている。でその恩義は僕は三浦航基にはあの十分以上にあるんですけれども、振り返ってみるとその三浦航基をバックアップしてたのが長田行司さんなんですよ。なんかもうすごいデタラメだった、デタラメっていうかなんかね、あまり細かいことにはこだわらない。長田行司さんでしょ、ね、こだわらないっていうかね、あれの話はしあの中津川ホークジャンボリーの話は、フォークジャンボリーの話っていうのはそのいやしてないですけど、フォークジャンボリーの時に三浦航基があのあれは1969年70年71年と中津川フォークジャンボリーというのがありまして、で69年が第1回で、これは数千人 2,3 千人だったみたいですね。で翌年が 7,8 千人、まあ、何万人とも言われてるけれども、で、3回目が3万人ぐらい集まるというような、だんだん規模が大きくなっていって、その2回目にから三浦航基さんはあの機材を持って行って録音してんですよ。キングレコードの機材をね、うん、持っていくことは許されないわけだ、大体ね、ダメだと、あの許可願いを出したんだけど、冗談じゃないよ、もう野外だろこんな大事なものを、雨降ったら一発でダメだめちゃうから、それを持ち出すんですよね、夜中夜陰に乗じてそれでまあその録音家っていうのがその録音の方はね、担当してるんですが、録音家のスタッフもやりたいわけですよ本当は、うん、取りに行きたい、だから結託して夜中に車を 裏門のところに乗りつけて機材をわーっと無断で運んで、それで始末書を取られたわけでしょ。だってそうですよ、雨なんか降ったらダメなのに雨降っちゃったんだから、で次の年に雨降っちゃったんですよ、びしょ濡れになってんですよ機材は。あ、そうなの。だから大変なんだよ。知らなかったな。それで次の年絶対持ち出せませんって、うん、誓約書書いてまた持ち出したんですよ。そうですよ。でそれもどれもこれも、うん、その三浦航基のだってまだ新人ですからね、そうそうそう、入社して間もない、そうそうそう、あれはね68年に入ってるわけです、うん、そうでしょ、うん、それで70年の話ですから2年 2,3 年しか経ってないわけですから、でその会社のそういうそっち側からの圧力を全部長田行司さんが握りつぶしていくわけ。いや長田さんも一緒に始末書書いたんだって。そうそう、だからそういうことで、つまり長田さんは始末書なんていくつでも書きゃいいんだっていう人なのよ。そうそう、その人がですね、うん、そしてまたそのびっくりしたのがね、うん、あの週刊金曜日連載中には書かなかった話をこの本の後書きに書いたんですよ、びっくりして。それはどういうことかっていうと、山口組三代目田岡一夫の葬式があって、その時に、その長田さんという人は徳間音楽工業の常務だったんですね。で出て行ったらそのキングレコード、長いキングレコードの時代が終わった後の、うん、ね、はい、それでその徳間公会に、まあ、ある種こう呼ばれたというか拾われたという、それである時そのちょっと来いと言われて、あの喪服まで用意されていたと。でこれ来てその神戸まで行けと会社に呼びつけられて、そうそう、会社に、まあ、社長来たらいきなりね、うん、それで、何ですかって言ったらその、うん、行けばいいんだと、うん、神戸、そう、それでその封筒渡されるわけです、うん、それでもう新幹線乗った途端にあれだそうですね、その筋の人が大体ガードしてるわけです。
その筋がね、田岡だから、まあ変なのも来るかもしれないから、それで山口組だって、山口組三代目、それでついて出すでしょ香典、それが小切手で1億円、それででも最上席だそうですと、あの長田行人がまたね、ほとんど変わりないような顔してるよね。そうなんですよ、それを平然と持っていける人なんですよ。そうそうそう、やっぱり徳間さんも適材適所。そうそうそう、でもあの人は坊主なんですよ。そう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 、お坊さんなんで、幼稚園の園長なんだよ。そう、それで隣が美空ひばり、その隣が鶴田浩二だったっていう。列席した時に、そう、だから美空ひばりよりあの徳間さん1億円多かったね、多分香典が。それで私はそれのことを、まあ今だらね、だから徳間さんはいくらって言われてたよ、まず警察関係からやっぱりね、はい、でも自分は行かないけども長田行事を派遣したわけね、うん、自分は行くわけにはいかないけど、そうそう、無視するわけにはいかんと。そうそう、で朝日芸能でしょ、朝日芸能ってのはヤクザの業界誌って言われてた週刊誌ですよ。徳間さんは朝日芸能、朝日芸能、あ、いろんなものを引き受けた人生なのよ。わ、で朝日芸能ってヤクザの業界誌って、うん、ヤクザからね編集部に電話かかってきて、今度俺どうなるんだろうとかって聞いてたっていう人事を、あちら側の人たちから。そうそうそう、俺はどっちに振り分けられるのか。そうそう、あの若頭になれるのかなれないのか、あそのぐらいの業界誌だった。それで私が思うには、だからそれヤクザと、だからヤクザと坊主で儲けてるって言われた徳間書店は。あ、なんでかっていうと、高田光陰の心とか、ああいうのがベストセラーになってた。だから徳間さんとしてはやっぱりお返しだね、1億円のお返しですよ。そういうようなものの言い方でいいの、その佐高誠は。いいのいいの、あのね、うん、あの私はね間違って伝えられてるけども、うん、清濁合わせ飲むっていう時に、うん、清しか飲まない人嫌いなのよ、うん、だからって1億円はないでしょ。いや、それこ小室君もやっぱり東京の人だねそのね、濁ってる人間ほど、なんかだってほらよくね、私の名言と言われてるのが、クリーンな鷹かダーティーな鳩かって、はい、それうまいものを作ったね、キャッチフレーズ。結構そういうのお上手ですけれども、これすごくいいですよね。いや、あのこれはね、作ったとか読むんじゃなくて、私の思想から出てるわけ。あ、そう、田中角栄の方が単純に言えば小泉純一郎よりいいわけですよ。そりゃそうだよね、うん、そこが残念ながら分かんないね、人々に、人、まあ、ある人々に、うん、俺もかつては分かんなかったクリーンかダーティーかって言ってやっぱりクリーンの方がいいと思っちゃうよ。そうそうそう、でもう一つ、タカ派なのかハト派なのかっていうのを入れると変わってくる、うん、でクリーンってのは大抵タカと結びつくんだよね、うんうん、でどっかのあれみたいにさ、あのほら大阪方面になんかやんちゃこぞう、やんちゃこぞうじゃないか、なんか変なのいるでしょ、はい、あんなのはね、うん、なんていうか人間の行動を規制するっておかしいですよ。あのね、あの長田行事さんのことで思い出したんですけど、いい、その話して、僕は六文銭というグループをやっていたんですよ、うん、でまあ、今だからっていうんで話していいと思うんですけども、六文銭、そんな大した話じゃないですから、ちっぽけな話なんです。六文銭というグループをやっていまして、で六文銭というグループのそのなんていうんですか、アンサンブルのワーキングには、僕はあの女性のボイス、女性の声っていうのが、要するに混声合唱ですね、混声っていうのが僕の基本だったんですよ。男だけでやってるのってなんか気持ち悪くって、で小室さんちょっと挟んで悪いけど、最初のボーカルってのは現夫人でしょ。最初ではないですけれども、うん、あの途中、あの今の夫人がちょっとあの、よ、だからいなかったわけよ、 女性が、うん、で見当たらなかったから、別の夫人もいるの。そういうことだよね。うるさいよ君、ちょっと話
それで、それでボーカルが、いや、そうそう、その今の夫人がね、ボーカルだった時に、ユイが生まれることになって、それでまあ、戦線を離脱するわけだよ。イエス・キリストの処女解体じゃないんだけどね、何それで、うん、女性が欠員になった時に、その、シスミス。うんとかバレエ団っていうね、まあ、金井勝子とか。そう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 。とかいうところに、志摩由紀という芸名で入ってる女の子がいて、で、もう第2、第3の由美香織とかなんかね、まあそういうようなポジションですよ、みんな。そういうスタンバイ。で、その習い事の一つに、この時代はもうフォークもやらなきゃいけないっていうんで、うん、僕のところフォークギターを習いに来たんですよ、その子が。うん、それで習いに来ているうちに、なんかその、あそこにいることが嫌になっちゃったらしいんですよね。で、辞めたんですよ。バレエ団にいることが。で、辞めるに、辞めたんです。で、辞めて、郷里、岸和田に戻っていて、っていうのは僕は知っていて、で、こっちが欠員になったもんだから、誰かいないもんかなって言うと、うん、おそうだ、おけいが、四隅恵子さんって言うんですけれども、僕らおけいおけいと呼んでたんです。あ、おけい、帰ってんだ、おけいちょっと誘ってみようかって、メンバーにも言ったら、いいんじゃないよ、早速言って、とかって言って、そしたら、いやー、やりたいですとかって言うんだけど、でも小室さん、私は念書っていうのを書かされてきちゃってるんですっていう、その西野バレエ団を辞めるにあたって、そんなこと許さない、君にこれだ今までいくらぐらいこの金かかってるんだと思うとか、まあ、みたいな話ですよ。で、ですので、もう辞めるんなら、向こう何年間か、この芸能界で仕事をするということはまかりならぬと。いうことの念書を取られて、でそのことを三浦幸喜に言って、あなたが念書があるらしいんだよと、ちょっとボスに言ってみるわっつって、そのボスっていうのは長田教授で、長田教授ボスに、長田教授さんっていうのはね、例えば岩城宏之さんのなんとか交友録にも出てきます、ヨーガスおじさんとかなんとかってね言ってる、ヨーガス、そう、とにかく長田教授に、岩城宏之さんはもうたくさんのクラシックもいっぱいレコーディングしてるんですよ。この間パーティーの時に会ったら、小室ちゃんあれだよ、俺竹光と のレコードの一番最初のレコードは俺が出してんだよとかって言ってましたよ。82歳ね今ね、うん、それでそのヨーガスおじさんっていうのは、とにかく岩城宏之さんが長田ボスにキングレコードのプロデューサーである彼に、こういうアイデアでこんなことでやりたいんだけどねっていう、それがちょっとなかなかこう実現性が難しいような無理難題の部類に入るようなことをよく言うらしいんだけど、ヨーガス、もう一言でヨーガスで、それを実現させてしまうっていう人なんですね。でそのボスに三浦幸喜が言って、いやいや独門戦でこうこうこうですって念書があって、分かった、一緒に行こうとかって言って、ボスとその三浦幸喜と僕と3人で行って、うんうん、で部屋に通されて、どこ行った、そのバレエ団の本丸に乗り込んでったんですよ。そして部屋に通されて、ボスが真ん中にいて、その両脇に僕と三浦幸喜とかいて、多分この、まあ、ちょっと偉い人みたいなのが出てきて、そのおいでになった趣旨は分かりましたけれども、とにかく私ども念書というものを書いていただいてるし、まあ、この芸能界的に言ってもそれは許されることではないので、まあ、せっかくおいでいただいてもみたいなことで剣もほろろなわけ、その時にそのボスがさ、どうするか、はい、私どもは今日そのことを重々承知でここにやってきておりますっていうわけよ。でそれ以上言わないのよ。でそのとかって、ちょっと待ってくださいとかっていなくなっちゃって、結構待たされるんですよ。で何か向こうでねやっていた、また同じのが出てきて、こう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 でって、まあ新たな、趣旨は変わんないんだけど、まあ新たな違う言い方しながら、またダメだっていう、そのことも私ども今日は重々承知でやってまいりました。でまたいなくなった、まあ、今度は人が変わりました、ちょっと偉いの、でどうもボスもその業界的な仕事もしてたりするわけですよ、当然そのあそこのタレントはたくさんキングレコードでやってるわけだから、まあ、みたいな、いやいやもうそうやっておいでいただいたんですけど、まあ、そうは言っても長田さんがおいでになっても、ここのところはどうのこ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 うの、私どもそのことは重々承知でやってます。
それでまあ結局のところまあいくばくかの小銭をね、うん、まあ、医薬金みたいなものでもう手打ちましょうみたいなことなんだけどさ、そういうそのなんていうの、そのクリーンからダーティーからいろんなことで、そのことで何をその手に入れればいいのかっていう時のこう選択と行動みたいなことは、僕らみたいなもうこう青臭いものではもう全然手の届かない、もう本当に業界的な水門だって、三橋道也さんはやってる、春日八郎さんはやっているっていうことはもう当然 あちら側の人たちとも付き合、当然付き合ってるわけだしね、うん、あれ鶴田浩二とか田畑義雄とか全部ね、もうそうです、 あのね小室さん今決めたからね、あの長田行司さんの一生をね、うん、語らせるって企画がある、ほう、これ毎日新聞社からもう出すこと決まってる、わいいね、でね俺と三浦が聞き役なんだけど、うん、やっぱりそれちょっと不足だから、うん、やっぱり小室君も加えるから、わそういうことで行きましょうそしたらね長田さんこの間その話したらね、いやなんかちょっと珍しく顔をあからめたりしてね、うん、なんかドキドキしてんだよとか言って、ね、で長田さんはあのたくさんの古い歌の日本のね、あの唱歌から歌謡曲からあのいろんなあの楽曲集をあのまとめられて、日本叙情歌全集とか、そうそう、あれは第3巻まであるかな、たくさんの本編集なさって、この間は民謡の監修も、そうそう、民謡のこの辞典ね、そうそう、もうやって、それらは本当に貴重な資料として、うん、あのすごいあのメモマですし資料マですし、あのそういうものも出されていてね、あの本当にあのどこにでもこう自分の居場所があるような不思議な人、その人が今度のこの飲水資源を書くにあたっては相当役に立ってるんですか、後書きでね、後書き指名でその1億円の話だ、うわ、だから週刊現代びっくりして、あの、まあ、この本出る頃にやってくれりゃいいのに、1ヶ月も前にやってくれてね、あ、そうでしたか、それでね、あの小室さん、その、はい、徳間公開ってやっぱり、つまりヤクザと坊主で儲けて宮崎アニメを売り出した人ですよ、宮崎アニメ生み出したか、はい、まあ、ここだけの話だけど、宮崎アニメの宮崎さんを全然売れない、ね、時代に徳間さんがもう金をと、そういう人ですよね、うん、でね、金の心配するなっていう人だと、ね、金は銀行にいくらでもあるっていうこういう見事な人ですよね。で、俺は清濁合わせ飲むじゃないと、ダクダク合わせ飲むだっていうね、やっぱりスケールがこう大きい人ですよね。で、今ね、ふと思い出したけど、ふとじゃないんだな、銀行書かなきゃなんないから、ふとではなくて、今、夕刊フジに核への DNA っていうのを俺書いてる。短期集中連載、おお、核への DNA、 DNA を誰が引き継いでるか、まあまあほとんど引き継いでないんだけど、ね、あ、それで、うん、そのために今来るときに後藤田正春の本読んできたわけ、お、後藤田っていうのはつまり田中派ですよね、最初の選挙、参照は大変な選挙違反で、後藤田があの中曽根内閣の官房長官だったね、あれ田中に中曽根が陣切って、だから中曽根内閣長く続いたっていうのは後藤田が役人にらみ聞かせたからでもあるわけですよね。あ、で有名な話として、それ確かめたくて読んでたの、あのペルシャ湾がきな臭くなって掃海艇、嫌いを除去する掃海艇を派遣するって、つまり自衛隊派遣の艦長になるわけですね。それを中曽根はやりたいわけ、そしたら後藤田が体を張って止めるわけですよ。お、もしやりたかったら俺は署名しないと、その閣議のあれに、閣議のあれに署名しないってことはクビにしなきゃならないと、だからそういうその田中派っていうのは、つまりもちろんねロッキードの凄まじい金脈なんですけども、それがやっぱりそこまで抵抗する鳩派の官房長官、僕はさ
分かりませんから、田中角栄をね、すごいなとかね、褒めたりするようなものも僕の中には全然今ないですけど、たださ、もののありようとして懐刀ってそういうものですよね。そうそうそう、つまりさ、イエスマンじゃ懐刀じゃないんだよね。それでね、それはこの本の中に書きましたけども、同じ新潟ゆかりっていうことで徳間さんともすごく親しかったわけですよ。それで東京タイムズってなくなっちゃった新聞あったの、うん、私はそこでめちゃくちゃ書いてたんだけど、ただ東京タイムズの創刊パーティー、あ、創刊じゃなくて、なんとかパーティーに来るわけ、田中角栄、総理ですよ、当時、うん、ね、はい、で自分も挨拶しないから、田中さんにも挨拶はいただかない約束だったのが、司会者はやっぱり面白いから、マイク向けるでしょ、はい、パッと取って、ニューヨークにニューヨークタイムズ、ロンドンにロンドンタイムズ、東京に東京タイムズ、東京タイムズは本当にチャッチー新聞なのに言うわけですよ。ね、それと自民党批判大いに結構、うん、田中角栄をやっつけても結構、うん、ね、うん、自民党が潰れても、うん、東京タイムズが潰れなきゃいいみたいな、そういう挨拶ですよ。タヌキもムジナもよね。そう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 。やっぱりね、タヌキやムジナが生息できる社会がいい社会なんです。おお、本当だわ。よく、まあ私がそう言うかって小室さんから反論されるかもしれないけれども、世界に、ね、ただ一国ヤクザがいない国がいるあるって言うんですよ。これヤクザを親父に持ってる宮崎学に聞いた話。ほうほう、世界に一国どこか、北朝鮮です。はあ、親分がヤクザだって言われて私が言ったんじゃない、宮崎もある、なかなかいい話、ね、本当だね。そうだ、小室さん、そういえばね、さっきの宮、要するじゃない、その三浦の話で ね結ぶと、おとといね、最上小国川っていうね、清流があるんですよ、はい、そこでああいうのを食ってきたの。うわ、小室さん今度連れていくから、今度っての多いんだそれでそこにまたバカみたいにダム作ろうとしてるわけよ、とんでもないということで、長良川河口関の話を思い出したわけよ。私と小室さんがね、最初に知り合ったの長良川河口関、もうしたの、うん、あなたが遅れたからな、ネタがないからしたの。陽水とのあれは、なんかしてない。してない。で小室さんが、ほら三浦ナンパでって言ってでしょ。うん、で小室さんと3人で飯食った。うん、そしたらそれを陽水に話したら、ほら、陽水が佐高さんに関心あるとかって。そうそうそう。ね、言った。で4人で飯食った。僕が引き合わせたんですよ。ね、はい、だから新庄でもちろん陽水聞いてないから、うん、ね。はい、俺が陽水のファンなんじゃなくて、陽水が俺のファンなんだと、いうアホらしいこと言ってきた、そういう冷たい目で見る、いやよう言うよってね、いやいや、あのね、井上さんと陽水さんです、陽水さんと佐高、そして三浦、俺とこの4人で何回かお相撲にどこから踏んだくってくるんだか知らないけど、さじきっていうんですか、総理、聞こえ悪いですよ、さじき、そうそうね、うん、マス席、そこから私が都合してくる、うん、都合してきて、うん、でそこにこの4人で行って、うん、で僕と三浦航基はその、まあ、マス席だから2人は、ま、その前側になるわけね、土俵側に、で後ろ側に陽水と佐高、この2人がね、何しに来てんだよお前らっていうか見てないんだもの、ぺちゃくちゃぺちゃくちゃ、そのそれでそのなんかあの相撲取りはついこの間2号がどうのこうのしたとかね、君2号って愛人とこういう、愛人か、どうのこうのしたとかいうような話で、でねえねえとかってもう軍配帰って言う、もう今立ち会うっていう時にねえねえどうのこうのとかって、
って言うから、あのうざいよって言ったら、このさん何しに来てんだよ、バカ相撲見に来てんだよみたいな。それであの国技館、あのだからあのほら芸者さんもいるわけですよね。そう、そういうやっぱりそういうものを楽しみながらっていうのがないんだね、小室三浦にはね。確かにね。そうそう、そうだね。それで、うん、余裕っていうものがね。そこまで言われるとまあね困るけども、であの与の字と私はやっぱりね、はい、主にそちらをこう、はい、担当してね。担当して、そしてね確かに小室さんをつついたりしてたわけですよ。そうそう、で小室さん見たい。見たいんだもん。悲劇の歴史の時を。そう見られなかったんだよ。そう終わっちゃったのよ。なんとかかんとかって言ってるうちにあーだーだーって言ったらもう勝負がついてんだよ。怒ってね、怒るよ、怒ったのはまあしょうがないんだけどもね、それを無断でどっかに書いちゃったんだよ。ああそうそうそう、ね、そうそう、そのなんか俺がねすごくその無断で書いたって僕じゃないですよ、佐鷹さんが無断で書いたんだよね。小室さん俺も書いたの。あそっか、俺もじゃなくて俺もじゃなくて俺が書いたのよ。あの話をしてよ、あの私は違うっていうさ話を、 あなたの考え方、うん、それで結ぶ。そうそうそう、なるほどね、うん、あ恥ずかしいんだよやっぱりね。でも、うん、その私は違うっていうのの あっちの話は僕はするけれども、そういうその考えっていうやつ、ね、そうそうそう、なんかねあのやっぱり私は違うっていうのを許さない考え方がクリーンな高派ですね。で結構いろいろあると、田中角栄の DNA の第1回に書いたんだけども、大野万木って言ったでしょ、はい、まあ、今日のあれ見れば知らないとは言わせない平均年齢だと思うけども、大野万木ってのは岐阜始まに降り立った人はね、はい、ご承知かと思う、あれ銅像、夫妻の銅像だよね、奥さんと並んでる銅像だもん、すごいの。ちゃんと見なきゃダメ、うん、負債はなかなかないよ、うん、それでそこから入ったわけね。ただね、大野万木もやっぱりいいとこあるんだね、義理人情何やぶし、あの日中国交回復前に野坂三蔵って共産党の人がかつて中国に行ったから中国行きたいというわけですよね。でも日中国交回復前だから外務省が旅券出さないわけですよ。あの辺だとやっぱりつながりあるんですね。野坂三蔵が大野万木に頼みに行くわけよ。大野万木が外務省に掛け合って出せというわけ。そしたら自民党のまあ若手青嵐会みたいなね、あのどっかの都知事の陳太郎みたいな人でしょうね、そのけしからんってやるわけですよ。そしたらね、万木ね、思想的に赤でない人間を赤の国にやるのは心配だが、もともと赤の人間を赤の国にやるのは心配しなくていいと。そう、こういう考え方がやっぱりね、今の安倍晋三とかにはないんだよね。それから野田にも前原にもないでしょ。あの松下電機パナソニックの最大の欠陥商品っていうのは松下政経塾の卒業生ですからね。あれは松下未熟塾っていうわけで、こういうね、さまざまな人がいるっていうのは分かんない。それがやっぱりね、クリーンな鷹ですね。それで I'm different、 やっぱり自分の口からちょっと言いにくい、うん、吉永みち子さんもいて、なんか
それで、外信号に行ったんですよ。そうその途中で、その公益文化大学に、まあ、統計コンテナが来て、ちょっと、オープンオーダーで、食べてたんですよ。そんなことがあった時に、学生課が欲しいね、みたいな話になって、そういう、みんなどうよ、みたいなことがあって、それで俺が知りたって。頼まれて書いたんで、俺自分で言ったんです。いや、頼まれましたよ。頼まれたんですけどね、返事するの早かったな。いや、ちょっと俺、とかっていうのに、もうそう、とかっていうのに、すぐだった。でも、多分これはあれだね、自分の中でも、構想があるものだから、もともと。どんな歌だったかを聞いたときに、東北公益文化の学生が前に出っ張る。I'm different。 私は違う。北の空に向かって強くこう生きるために、私たちは学ぶ。巡りく季節の中で疑問を積み重ねながら、I'm different。 私は違う。吹きつける風に負けずに、高くこう叫ぶために、私たちも学ぶ。巡り来る季節の中で違いを認め合ってこそ、深く結び合えることも、私たちは学ぶ。青春しか白秋伝統、巡り来る季節の中で、やっぱりちょっと汗出ますよね。でね、いや、とてもよくで、いや小室さん、もちろんこのメロディー小室さんですけども、なんかやっぱりね、あ、やっぱりプロなんだと、うん、小室さんの力を再認識したのあららでしたね。いやそう、なんかそれまでちょっとどっか軽んじてたとかあった。いや、やっぱりプロなんだなと。それとさっき話した吉永みち子さん、はい、彼女もトークショー
この、はい、お願いしたんですよね、はい、吉永みち子ってやっぱりなかなかのお姉さんというか、ねね、はい、ね、うん、一緒に小室さんが話を受けて、まさにあの 原発のお膝元の富岡町、富岡町、はい、そこであの桜踏み大賞っていうのをやるっていうんで、小室さんから相談を受けて、夜の森あの公園っていうのがあって、桜の名所なんですね、夜の森のね、夜の森で、そこそれにちなんで桜の作文をコンクールで公募するというやつですね。それで小室さんから頼まれたんで、吉永みち子さんと杉浦日奈子さん、声をかけてくださったんですね、はい、で、まあ、あの私のガールフレンドの中から、まあ、厳選してね、はい、で4人で 4,5 年行きましたね、はい、5回は行きましたね、行きましたね、毎年、はい、で杉浦さんがなんていうかこうもう本当に病気のもう重くなってことで、ね、最後の最後ですね、はい、でやっぱりあの吉永みち子は、まあ、私たちはみっちゃんって呼んでるんですけども、はい、みっちゃんすごいなと思うのは、あの中曽根の話をしてたんで、中曽根康弘という人についての、なってますかね、ある種の指南役だった右翼的なあの四つ本義隆っていう人がいるんですよね。ほうほう。でその四つ本義隆っていう人に下車、ある下車がですね、なんで中曽根さんのことを可愛がるのと。中曽根さんっていうのは先生が、四つ本さん先生がいないときといるときでは態度が変わるんですよと、芸者が言ったっていう。で、ああそうなんだと、うん、でみっちゃんとの対談の中で、うん、そしたらあのみっちゃんが、うん、あそれは芸者を人間として見てないっていうことだよねと、はい、あの態度変わるってことは、うん、芸者の人は、まあ、変わらないでいるわけだから、それを置物とかね、うん、そう思わなきゃ態度変えられないわけですよ、うんうん、そういうところがやっぱりパッと気づく、あ、ね、あ、油断のならない、油断のならない方ですよね本当に、いや、そういえば思い出し、酒も強いし、酒も強いしね、うん、まあ、競馬のね、そうですね、今日はあの客層が違うからいいと思いますけども、はい、やっぱり坂田にみっちゃん連れて行ったんですよ、はい、みっちゃんは多分酒で釣ったんだと思うけど、はい、そしてね、うん、まあ、坂田の夜とかバー飲み屋かなんかに案内して、そしたら、なんかあるでしょ、色紙書いてくれとか、はいはい、みっちゃん嫌だっていう、うん、まあ、でも俺地元だからそういうことできないよね、断ると偉そうにしてるって話になるから、なるから、はい、でしょうがないからみっちゃん書くからちょっとなんか付け足してと、うん、で2人で1人なんて俺書いたわけよ、うん、はい、ね、もううまいね、2人で1人、そしたらみっちゃんがね、で里川誠、みっちゃん名前書いてって言ったらね、2人で1人の下に前って付けた、はい、ね、はい、それが坂田のあれ残ってんだとか、あ、見たいな、見たい、見たい、だ今度ぜひね連れて、あ、ラーメン屋、ラーメン屋じゃない、あ、違う、ラーメン屋はね、坂田のラーメン、椎名誠の色紙がプラスになってんの、はいはい、おいでね、ラーメンの屋の親父がね、うん、佐高さん、椎名さん来たんだからなんか書いてくださいよって言ってね、うん、椎名誠の色紙の下にね、俺の色紙が書いてある、はい、で、あ、小室さんがね、坂田北前大使なんだ、小室さんね、そうなんですよ、あのよく文化大使とかなんかあるじゃないですか、それで、あの、もちろん坂田さんになんか脅されてなったんですよ、脅されて、要請されてる、あ、そうだ、要請、そうおかしいんですよ、はい、あのそれでね、坂田北前大使っていうのはつまり坂田出身者と坂田ゆかりの人って、だからあのおしんの
小林綾子なんかもそうなんです。ああそうか、うん、で小室さん、はい、ね、そういう話に今なってなりましたね。ねえ、それどこへ持っていくのその話は。ん、ええ、落ちどころないでしょそれ。小室さん、うまい、落ちどころないでしょって言ってくださったから俺助かった。落ちどころないとこで終わるのが得意なんだ。あの、そう、それで、うん、私はともかくね、よく本当に最後まであれした持ったなと思って、まあ、だいぶ時間的には超過してるんですよ、はい、それで小室さんに聞きたいことってかね、 2人ほど、あ、どうぞ、はい、あ、どうぞどうぞ。具体的な話が聞きたいんですけど、そうなことってなんか、はい、具体的な話が聞きたいんですけど、実際は大丈夫ですか。具体的なことは、女性は共産というようになるのか、今、具体的に言っているのか、そちらも、まあ、この場でどうかと思ったら、どうしても、この他のことは、それで、国際に来ている時間、今、多分今日、この人、今じゃないなと思ったんですけど、このくらいに言ったら、スポンサーフィッシングはどうなってもらっているのかっていうのがちょっと、気がしないのかな、あの人は。というのは、僕、まあ、ファムだけのファムにはみんな持ってて、お父さんはその件を出してくれたのか、できるだけ何とかしたいと思わないんだろうか、変えるためだって、レジャー式ファクターは思い出したくないんだろうか。なんか引っかかる歌詞があるの？はあ、なるほど。わかりました。あのね、ごめんなさい、途中で話を、発売禁止とかいうようなことっていうのは、そうです、もうおっしゃる通り、自主規制で、法律でも何でもないんですね。ですから、その規制を破って行動しても、現実に罰せられたりなんかすることはないんですけれども、まあ、業界の取り決めみたいなことの中で、みんながそれぞれ自主的にそのことをこう、意見を一致させて守っていくというようなことになっているみたいですけど、で僕はその今の吉田拓郎さんのペニーレーンでバーボンをっていうのがそういうふうになっているということを知りませんでした。なんかよく聞いてないんだな、で、でこれもあの今の質問の答えにはなってないんですけど、まあ、ちょっと打足というか余分なことで言うと、これもね結構差別っていうのあると思うね。吉田拓郎はダメで、ちなみに谷川俊太郎だったら OK みたいなね、俊太郎さんと僕はアルバムを随分出してるんですけど、3枚ほど出させていただいてるんですけど、俊太郎さんの詩でその中にね、父親は子供、眠っている子供のことを父親が見ているという歌があってね、で父親は目くらのように黙って見守るだけっていうような歌詞が出てくるんですけれども、でこれ出すときにね、もうその頃僕は立て続けに発売禁止とか放送禁止を食らっている僕は男なんですけれども、まあ、別役みのるさんのこと詩とかそういうの でその時にね、そういうことがあったもんだから、これやっぱりもう事前にね引っかかるなっていうようなことで、で俊太郎さん、うん、いいんじゃないの、で何かあったら僕今度はきっちりそれ戦うよとかって言ってらしたんです。で発売したら何にも言ってこないですね。だから気がついてないってわけではないんだろうけど、谷川俊太郎は相手にしないみたいなねことってのはあるかもしれない。ごめんなさいね、答えになってなくて。あとで知りません僕それ、うん、どういうことだか、拓郎さんがどう思ってるかも、それで、最近、LINE があるんですけど、
まああのねちょっと話いいあの、うん、ごめん、あの僕もよくその辺なぜそうなったのかもわからないけれども、そんなに大した会社じゃないですよ、フォーライフ、うん、すみません、はい、あとなんかまあね、大変な不安の人はそういうふうにおっしゃる、例えばあのちょっと話ずれますけどね、週刊金曜日なんかに対してもね、天皇制はっきり反対と書けと、うん、生ぬるいとかたくさんいろんな来るんですよ、まあ、それはそうですけども、私なんかがまあ発行人してた時にあの事件があってね、すざまじい形で右翼の街宣車毎日来てましたよ、で私の事務所にもその右翼が直接来たりして、やっぱりあのなんていうか、その人がもっと過激になることによってその人潰されちゃう場合もあるわけね、だからそこら辺難しいですよね、だから私なんかは例えば迂回して批判するっていう方話ちょっとずれますけど、西郷隆盛伝説って本書いてあるんですよね、はい、であれでここが勘どころだと思ったのは、つまり西郷っていうのは勝者にして敗者、明治維新のまあ一応立役者だったけど、昭和10年、明治10年に西南戦争であれするでしょ、うん、そうすると靖国神社に祀られてないんですよ、うん、西郷隆盛は、うん、とこれはね、右翼に右側の人にとっては大変に困る話なんです、うん、靖国参拝、うんね、うん、だから私はずうずうしくも鹿児島に行って、うん、西郷隆盛伝説書いたおかげで2回鹿児島で講演してる、うん、西郷の話をしてるわけですよ、うん、そうするとね、集まった人はみんな西郷信者ですよ、どっちかというと、まあ、自民党系の人たちですよね、でその人たちに向かって最初に今日集まりの人は西郷さんの不安でしょうと、その不安の人が西郷さんが祀られてないね、うん、靖国参拝に、うん、賛成してはいけません、うん、うまいこと、でもちょっと静かになっちゃうよね、だからそういうなんかね、なんかのポイントがある、はい、そういう形で切り返すっていうのと、うん、ね、やっぱり私なんかもね、それは社員も一番心配しましたけども、毎日そのね、よくぐる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 取り回ってね、社長一人で出ないでくださいとかさ、うん、でなんか心配して社員が電車についてきたりするんですよ、それはそうですよ、うん、だからそういうだから状況と思想っていうものをね、でだからその拓郎っていう人がどういうふうな突破の仕方しようとしてたかどうか分かりませんけども、そのあれで、考えていただかないと次々と過去危機がされちゃうってことはありますよね、うんうん、ただ僕はフォーライフ、僕も今もフォーライフ所属ですので、その所属する人間ですから、フォーライフの弁護とかそういうようなことは、まあ、してもいいんですけれども、そうですね、拓郎さんがどのようなつもりかは僕はまず分かりません、それでほとんど会ってないので、けどね、フォーライフ貧乏会社なんですよ、だからね、やっぱちょっとでもね、レコード出して売れるものは売りたいというようなこと、立ち行かないってみたいなこともあるから、なんかあんま綺麗事ではやっていけないほどに中途半端な大きさの会社なんですね、フォーライフレコードって。もっとちっちゃければ、社員全員がみんなで腹くくれば済んじゃうっていうようなことがあるんですけれども、そこができなくて、
だからといって徳間さんのように銀行に行きゃ金があるっていうような立場にもないから、なかなかすっきりしたこと、もちろん知ってます。あのね、後でごめんなさい、後で聞いて、他の方、はいはい、他にございませんか。じゃあそれをあの、ね、皆さんご関心あるテーマかちょっと分かんないんで、後でじゃあ、あれ知っていただきたい。それでね、それこそ徳間さんも右翼に狙われてたんですよ。その中国敦煌、まだ国交回復前に、回復後かな、敦煌という映画作るでしょ、はい、それでね、やっぱりよく試写会の時にスクリーンにスプレーかけたりするわけですよ、はい、でそういう中で全然そういうのは全然でもないけども、臆しなかったんですね、徳間さんは。すごい、私はね、ちらっとその山口組との関係なんかもあるのかなと、逆にね、まあ、いろんな、はい、でまあ、右翼にもいろいろいますからね、このシリーズの中で鈴木邦夫なんて人に対談トークをお願いしたけど、鈴木さんは今右翼から一番狙われてる右翼ですからねまあ、変な形で締めますけども一個全然くだらない話で、そのね、出版記念会の時鈴木さんも一緒だったんですよ。そうそうそう、で終わってからちょっとね、ご一緒してしたら、そういうことで右翼から狙われて、今住んでるアパート2度も火つけられたらしいんですよ。でその時松本博という芸人コミックスタンダードコメディをやっているひろちゃんが、いや偉いですね鈴木さん、そんなもん2度も火つけされていてもそうやって毅然としてない人、いやいや偉いのは俺じゃなくて大家さんだ大家さんが出てってくれとは言わないと俺に、そうそうそう、そういうことなんです、ね、大家が偉いって言ってた。その時も披露しましたけれども、今日ね、遅れるお詫びにちょっとかみさんをね、あれしましたけれども、そのでやりにくいから帰れと言ってあれしたんですけどうちのはね、喧嘩するとね、喧嘩して後にこう一緒に散歩したりしてるとね、外線車来るでしょ、ここにいますとか言うんだよ冗談ですよ言ってやるからとか言って、いいですね、まあ、その変なとこで終わりにしたいと思います、はい、すいませんでした。後でどうもありがとうございました。ありがとうございます。先生方ありがとうございます。皆様ご清聴ありがとうございました。でそのメスを研いで使うわけですけれども、日本と同じ現場であれば、私は、まあ、その彼の技術というのは、この少女の甲状腺のがんを手術して喉をこう切るわけですけれども、日本での同じ器具があれば、数年経ってその傷口がわからないようにするだけの技術を私は持ってますと。でも現時点でのこっちでの現場でのメスでは悲しいかな、それができません、傷跡が残ってしまうでしょう、残念ですというようなお便りをいただいたこともあります。それでも前向きにここでこう未来に向かって、希望を失わずにやることだと思うというようなお便りをいただいたこともありますが、そんな状況でした。で僕も僕は何の役にも立つわけでもないんですが、なんか高橋さんやら小松先生が小松さん来ませんかとか、ベラルーシとかって、で、まあ、僕は行きたくないわけですね、別に汚染地帯にね、僕が行って何の役に立つわけでもないわけですし、でもまあなんか何度か言われている、なんかこう断る勇気がもうなくて、そうですね行きますかねみたいな感じで92年に行きました。まあそれでも現地に1週間10日いて、当然被爆して帰ってくるわけですけれども、専門家からのそのぐらいだったら、外部被爆内部被爆でも帰ってきて 2,3 ヶ月もすればもう退社してしまうんで大丈夫とかって言われてはいるん
あーし、あーし、はい、おいでになりました、どうぞみたいなことで佐高さんです。いやいやいや、じゃあこの話ちょっとさっと決着つけちゃいますけど、で、まあ、そのそういうサポートの形で医療的にだけではなくて、そのいろんな文化的なこと、いろんな角度から交流をしながら進めていくということが大事じゃなかろうかというお考えのもとに、あの絵描きで、まあ、亡くなってしまいましたが貝原博さんとか僕なんか写真家の本橋誠一さんとかも行って、向こうで文化的な交流をというようなことで行って、あのはい、ホットスポットとして廃村になって、まあ、行政的な指導のもとにここはもう住んではまかりならぬということで、村の入り口には骸骨のマークのドクロのマークの、看板があって立ち入り禁止ということになって、まあ、もうそれでもで移住した人の中の年寄りたちは帰ってきてそこに住んでしまう人がいるんですけど、まあ、そこにも僕は入りたくはなかったんですが、ちょっとスタッフがちょっと寄っていこうとかって言ってどういう考えをしているのか。で、僕はカウンターを持たされてまして、その村に入っていくと、僕あの当時で日本の大気の中でだいたい20ぐらいカウントされるカウンターなんです。で、それが、その廃村の中に入っていくと、入っていった途端にもう数百というレベルがパーンと上がるんですが、それでその数百とかなんとかの、単位が何の単位かっていうのが分かってないっていうのはもう全然ダメですけど、この間専門家の人にやったら、それはあれですね、なんとかマイクロなんとかかんとかですとか、まあ、言ってましたけどそれで家畜小屋とかね、それから台所に行くとガーンと上がって、800銭ぐらいに上がっちゃったりするんです。それは家畜小屋は家畜が植物を食べます。放射能を吸収した植物を食べてそれを排泄すると、その排泄されると排泄物の中により濃度の高く残留するらしいです。それから台所もかまどで木を燃やす、そこにも放射能の含んだ木を燃やすことによって灰の中により濃度が高く放射能が残留するというようなこと でちなみに4号炉の前、国境を越えてウクライナに行って、4号炉の前にももちろん許可を取ってです行ってきましたが、もう当時石棺と呼ばれる黒く砂と鉛で覆ったものにはもうひび割れがあって、そこから放射能が大量に漏れているんですけれども、僕のカウンターで、そのカウンターは1万5000まで計測可能なんですけれども、そこで測ったら1万5000振り切って計測不可能でした。で、そこはもう5分間しか滞在してはならんと、それ以上いたらあなたの命を私は保証しないと向こうから言われて、みたいなところに行ってきまして、その92年と94年と行ってきたところで、94年に行った時に現地で作った歌があります。ふっとなんか思いついて出てきた歌なんですけれども、それを歌ってみます。僕が見てきたチェルノブイリ、そしてそのベラルーシ界隈、界隈でホットスポットが生まれて、人々あるいは自然が
開されていることを見て目の当たりにできたんですが、よもや自分の国で同じこと、いや、よりやりづらいことになっているということらしいですけど、なるほどとは本当に思わなかったっていうのが本当にいたちもいいことで、本当に高木神社堂さんとかそういう方のために考えていることにしっかり耳を傾けていれば、これはもう起きるべきって今起きたことではなくて、それなのにその天の神事の原発に発行心というのが何ら自分の中に見えされてないというのが思いながら、雨の音が思い出の窓をつけられる君と過ごし食べられる銀河の花と君の髪に飾られたあの日、デビューの時から僕のディレクターとして担当してくれたもので、もしフォークの方のことで少し詳しい方がいれば、ベルウッドレコードというのがありまして、URC レコードとかベルウッドレコードとかってありまして、ベルウッドレコードの第一弾は阿形守夫の赤色エレジーですね。でその他、ハッピーエンドとか友部正人とか、もう本当にフォークヒストリーに名前が出てくる人たちは、ね、ほとんどベルウッドレーベルのアーティストなんですけれども、そのベルウッドレコードをキングレコードの中で立ち上げた男が三浦幸喜なんですね。で僕はもう本当に彼のプロデュースでこの世に出してもらったという関係なので、三浦の友人ですかみたいなことで、それから親しくさせていただいて、辛口評論家としての佐高さんではなくって、お家では奥方から軽口評論家と言われているそうなんですけれども、軽口の方のお付き合いで、ここまで来ております。さて、日本チェルノブイリ連帯基金という JCF という NPO があります。設立当初は、NGO だったんですが、今 NPO で、最近特に有名になりましたが、鎌田実さんというお医者さんが諏訪中央病院の当時は院長で、今は名誉院長ですかね、その鎌田実さんが理事長で、
ある日あちらの方からお子供たちが、特に子供たちがそのチェルノブイリの原発の事故以後健康障害を起こしていると、で自国の医療ではなかなか間に合わないので、日本に子どもたちを連れて行って見てやってほしいという、民間レベルでの SOS が入ってきて、それをキャッチした、鎌田実さんと松本の浅間温泉の中に神宮寺というお寺がありまして、その神宮寺の和尚さん、当時は副住職だったんですけど今住職高橋拓司さん、それと信越放送の野沢さんという女性ディレクターと3人でとにかく現地に行って現状を見てこようということで行きまして、そしていろいろホットスポットがいろいろあって、でその道中の中でベラルーシのゴメリ州、のとりわけ、チェチェルスクという、人口数千人の農村地帯ですね、そこでのホットスポットで、もう福島と同じように、人が住めなくなって、いる、あるいは汚染地帯に人々がまだそこにいるとかいうような現状を見てきて、そして、子どもたちを連れてきて見るということじゃもう到底間に合わない、これはもう日本の医療をそのまま送り込まないと、もし支援をするのであればということで、医者科学者そういう専門家をのチームを作って、特に信州大学の医学部の先生方、外科内科そういう小児科の先生方を巻き込んで、その中の人よりはご承知かと思いますが、菅野谷明さんという後に松本市長ねかなんかですねに、今もそうかしら、なんですけども、菅野谷先生なんかも行って本当に献身的に献身的にっていうか医者の献身的にっていうとなんか非常になんて言うんでしょうか、こう心温まる話みたいな風になっていっちゃうんですけど、そうじゃなくて それはあったかもしれませんが、というよりももうとにかく寝食を忘れて医療に関わらないと間に合わないというようなこう現地の状況、それで予想はしていた、つまり医療の現場が日本よりも遅れているというのはもう当然予想はしていったけれども、予想をはるかに上回って、当時で1992年、いや僕が行ったのは発足してから1年目ですか、91年の段階で医療の民間医療の現場は日本よりか少なく見積もっても20年遅れていると言ってらっしゃいました。で医療で20年っていう時間っていうのは20年前に助からなかった命も20年後には同じ状況でも助かるというその医学の進歩を考えると、やっぱりその同じ1991年の段階でその現地と日本とのこう落差っていうものに愕然としながら、月に2度ぐらいのデレゲーションを当初は派遣団を送って、診察調査そして医療をで最初は現地の人その専門家要するに医者ですね、病院委員長そういう人たちもどこか非協力的というか
どういう理由か、よそ者に対しての気持ちか、あるいはこうプライドか、もしくはそういうその支援チームというのはもう世界各国から来ても、それはその時にパッとやって、例えば薬なんかでも支援で来るんですけど、その支援ってした薬というのは専門的な医者なりがそのジョイントしてその状態を見ながら服用を考えていくとか、いろいろ、それからその薬にはこっちの薬を併用しなきゃ成り立たないというような薬が、そういうジョイントがなされないまま単体で薬だけをガサッときても役に立たないわけですね。死んだ薬になってしまう。でそういうようなことの回数を重ねていくので、外から来た人たちをこう即信じるわけにはいかないみたいな気持ちもあるんでしょうか。でですけれども、その高橋さんやその鎌田先生、そして信州大学の先生方、本気だったわけですね。で1年2年経ち、この人たちは本当に本気であるというようなことで、どん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 状態が変わってきて、そして、日本のチームを送り込み、また向こう の医者もちゃんと医者として病院で働いている先生に日本に来ていただいて研修をしていただくとか、いうことですね。で杉野先生なんかとうとう、もう自分は信州大学をお辞めになって、向こうの病院に行ってサポートする。で例えば彼は資格としては外から外国から来た医者ですから、なので例えば手術で外科医ですけど、手術執刀するっていうことは、直接執刀することはまかりならぬというのが一応建前なんですけれども、もう行ったその日からもう先生もうとにかくやってくださいって言って手術を、で僕もお便りも言った杉根先生からいただいたことがあるんですが、そのお便りには、小室さんやっぱり案の定ですが、本当に医療の現場は劣悪です、手術しようとするんですけれども、自分が使おうとするメスで錆びてないメスを探すのは大変ですと。ようこそいらっしゃいました。
ね、私あのこの歌、小室さんの歌の中で一番好きなんですよね。一番好きっていうとね、他にないのかっていう好きな、最も好きな歌の一つということですけど、はい、すいません、あの地産のお詫びをちょっと、昨日今日とあの郷里で羽黒山であのなんか向こうのなんていうんですか、祈りと再生、東北からのなんとかっていう、はい、喋らされまして、今朝もあれで小室さんが泊まっていただいたというか、羽黒山の宿坊大神坊って、私の学生時代あの東京の学生寮いた時の同室の男が、やっているところで、まあ、そこには菅三順、田中裕子、いろんな人みんな連れてって、皆様ともぜひ、あのなんかすごく心洗われるよね。僕そこに連れてっていただいたことないですよ。泊まったじゃない、何言ってんの。ああ、そっちね、僕は今駒込の話かと思って。駒込は汚いところらしいんですよ。駒込はその頃、あ、今度綺麗になったんだ。いやいや、まあそれはいいけど、駒込の頃は小室さんと知り合ってないんだ。そうだよね、そうだよね、オッケー、わけわかんないそう、あのあそこね、そうそう、なんだっけ、大神坊、大神坊いいですよ、すごく。でね、何がいいって言ったら、その大学の時のその、うん、で、分かんないんだ、庄内弁、言葉が、うん、あのね、あれで気使ってんですよね、結構ね。だからもっときっと分かんないんだろうと思うんだけど分からない。あれ分かるんですか、佐高さん。いや、もちろん私はそれ使いますから、小室さんのってこう始まるわけです。そうそうそう、うん、それでね、やっぱりあの、うん、でもすごく魅力的だって。いいんですよ、それがね。あの数日前にあの佐々さん、そんなやりたくもなかったらしいんですけれども、あの、ね、今日これを宣伝のために来たそうだ、書店だからいいんですよ、大いに宣伝してね。あの本が出たばかりで、あの飲水思想という、あ、飲水資源という、ご本の出版記念会があって、その時に、テルヤ監督さんというあの、沖縄の政治家、代議士で、この方もあのご挨拶に立ったんですけどね、冒頭結構長々と内縄口であの沖縄弁でやられて、これがねいいんですよ。いいって言っても分かんなかったでしょ。分かんないんですよ、うん、分かんないんだけどね、僕はね、うん、このもう本当にね、最近は富にね、分かることになんか意味がないな。大事なことは感じることなんだ。なんか哲学者の域だよ。そうそう、あのね、正義っていうのが、うん、あの実行されるときっていうのはね、言葉とか理屈じゃないんだよ、感じることなんだよね。なんかあのチェルノブイリの放射能浴びすぎたねそれでそのテルヤさんの言葉も良かったんですけれども、その大神坊の、うん、早坂さん、これが分かんなくていいんですよ。すごく気持ちよいの。特にもう彼が喋ってるのを魚にして酒なんか飲んでくださいね。もう本当に気持ちいいですよ。大体あの庄内地方で庄内弁って、あれフランス語に似てるって言われるね。ああ、うん、特に東北弁はどれにしてもフランス語に似てますよねあの褒めてるんですけど、ね、そう。でも小室さんね、さっきね、はい、あの私の大好きなその雨のベラ漁師、はい、なぜいいかっていう考えてたよね。ほうほう、いつも泣くんだけど、さすがに今日はね講習の面前だから泣かなかったけど、あの許されるものなら、許されるならなんでしょ、はいはい、あそこだと思った。うん、俺許されない人生を送ってるからねそういうことかい話はそっちに持っていく。いやいやいや、そういうか、まあそれとね、話許されないですよ。男はもう全員許されない。俺はね、死刑廃止論者だけども、まあ、あの大雑把に言うならば男は全員死刑だね。またそういうね、また見え張って、それがまたいろんなはっきり問題を あそうだねとか言ってけば、以上遅刻してきて、いやでもね、そういうにはあまりに重い問題抱えてらっしゃるいや、それとね、うん、俺は忘れて、あの
最初がほらこのトーク今日佐高誠書店の最終回、はい、あそうですか。で最初が田中裕子さん、おおすごい、おいで締めが小室さん、おやあまずいじゃないですか。いやいやいや、そしたらねやっぱりね、なんかこうゲスいらっしゃってる方がね、うん、だんだん品が良くなる。この次やったらどうなるんだろうってくらい、今日なんかもう。ということは菅三順さんはどうなるわけ。いや菅三順は呼ばなかったから、ね、あいや最初が誰だって。田中裕子。あ田中裕子さんすごいじゃないですか。でもあの人だってですね、張り方と江戸女なんて本書いてる人ですよ。それは確かに、ね、確かに、はい、だからねやっぱり小室さんその上品のねすごい話変えましょう。それで、はい、その坂田とで羽黒さんで喋ってきたのつまり、はい、まあ地域力とかいうわけですよ、うん、だから地域力ってのはつまり方言力だと。そうです、方言というものを、まあ、まさにあのさっき照屋さんの話されましたけども、はい、ね、え戦争中はやっぱり方言というのは邪魔になるわけですよ。統一的にこう言葉思想とか考え方が伝わらなきゃならないから、だから方言札っていうのをぶら下げさせたんですね。おお、ひどい話ですよ。皆さん初めて聞くような顔して、まあ、年配的にはそうですかね。方言札をだから自分が方言使うとあの 使ってこう書きさせられるでしょ。東京で育ってるような人はね、方言札のことはほとんど知らないと思いますよ、うん、それで、ね、まあ、なんかそれなんか今東京優位的な話でした。いやいや東京、いや東京がいかにダメかっていうことですよ、まあね、うん、そうも聞こえなかったけど、まあ、いやでそれで自分が札下げられたら誰かが方言喋ってるのは発見してそっちにこう書けなきゃならないわけ。そうするとね、優等生ほどダメなわけですよ、官僚になるように。そうするとそれはほらいわゆる標準語っていうのに慣れていくでしょ、うん、方言捨てるわけですよ、はい、優等生とか官僚っていうのは、ええ、ね、うん、そうすると方言がなくなっていくわけ、ええ、だから山の内幕那っていうああいう沖縄生まれの詩人なんていうのは最後までやっぱり方言にこだわったと、ね、そういう方言をなくする。だからもうね、小室さんが東京に生まれただけでね一角落ちてるわけです。そうなのよ。そうです、本当にそう、ね、うん、うん、角はね、二角三角は十分に落ちてます、まあね、あまりこう素直にうなずかれるとやりにくいんだけど。そうか。それで藤沢周平ですよ、まさにね、小室さんも縁を深い大好き藤沢周平の作品の春秋山伏っていうの、うん、これ全編方言って書いてある。あ面白いよあの本ね。でも小室さん分かんないでしょ。あれ分かんないですよ。分かんないでしょ。分かんないですよ。でもよくあれを出したね、あの藤沢さんもね。でもやっぱりさすがに藤沢さん当然プロですから、ちゃんと読んでいくとね、うまく分かるようにしといてくれてはいますけどね。あでもダイレクトには分かんないですよね、あの方言は。そうそう、はい、で小室さん分かんないものがいいと、小室さんその境地までたどり着かれた。ちょっと喋ってもいい？どうぞどうぞ。あのね、つまり方言っていうことっていうのがさ、あのもう保守も革新も全部あの含み込んでるわけですよ。ギャンと保守的なことでもあるし、しかし言葉っていうのが何かを求めていくときに、言葉を使うときにね、それは革新であらざるを得ないときがあって、そういうその2つの相入れないものを合わせ持っているっていうのが言葉だと思うんですよ、方言で。方言っていうのはその地域に育った人たちがあの良いことも悪いことも両方あると思うんですけれども、受け継いできているんですね。でその受け継いできたものの中には、本当に僕たちが暮らしていくのにあの大事なあのことっていうのが、うん、あのそこには面々と受け継がれていて、だから方言を受け継いでいくっていうことは生き方を受け継いでいくっていうことだと思うんですよ。で生き方っていうのは理屈じゃなくてその感じでしてしまう、このことは許されるしていいんだっていうようなことっていうのも全部方言の使い方の中にね、僕はね多分あるんじゃないかと思うんですよ。なんかもうね、デカルト、カント、ショーペンハウエルみたいな話なんですけど、小室さん。僕はその人たち会ったことないから知らないですけども。あのね、昨日もだから喋ったんですけども、まああの
私たちとあえて言うと、うん、もうちょっとあのいわゆるアルツハイマーっていうのが資本に近くなってますよね。あ、相当ですよ。相当で、その人たちが入れられた、なんて入れられたというか病院というかなんとかで一人ね、特にこう、うん、なんていうかこう気難しいおじいちゃんがいた、うん、まあ、小室さんとか私がおじいちゃんになった、もう十分おじいちゃんかな、なった感じのとね、誰とも話さない、うん、誰とも話さないそのおじいちゃんが、うん、そのおじいちゃんと同郷の看護婦が、はあ、方言で喋りかけたら初めて喋った。すごい感動しようね。やっぱりその方言にはそういう力あるよね。ありますあります。だからまたその全部方言がいいというね、そういうのもまあ嫌だけども、ね、そういうなんていうかね、これ見よがしにね、方言をで言う人もいますからね。まあ、第二外国語みたいにね、ええ、温存するとバイリンガル、はい、ええ、はい、ね、うん、これでね、あの、まあ、小室さん言った、ガッサン、ハングロサン、ユドノサンって、これ、デワサンザンっていうんですよね、はい、で昨日なんか、まあ、ユドノサンとか、ユドノサン信仰とかね、山折哲夫とか、まあ、詳しい人がいろいろ喋るんですよ。で、まあ、ある種、そのまさにほら、今日の小室さんみたいな、展開の話をするわけ。で俺、下界の話で、ちょっと足、いや、あれしたんだけど。だね、湯殿さんっていうのはね、戦後も女人禁制だったんですよ。30年ぐらい女人禁制だったの。で今はえ、じゃああそこの、早坂さんところも、早坂さんところは羽黒さん、ああそうかそうか、湯殿さん、さらに奥に湯殿さんっていうのがでね、それ女人禁制、うん、それがね戦後30年ぐらいだから70年代にかその解かれたっていうんだけども、どういうふうにして解かれたのかって聞いてもね、うん、専門家知らないわけよ。お、私なんかやっぱそういうのがね、どういうふうに解かれ、なぜどういういきさつで解かれたかとか関心あるでしょ、知りたいですよね。そう、なんかやっぱりあの、あ、今日いないからいいかな、その昔の話って言ったら頭昔の話になっちゃってね、今なぜだから、でまさに小室さん言ったように保守と革新とそういう伝統みたいな両方含んでるわけでしょ。女人禁制時代のある種のものと今解放された時と違わなきゃないのよね、そういう研究ってあんまりやらないんだね。いつですかって言ってもね、70年代ぐらいかなとか言って、なんでなんだ、やっぱりね、あの昔のことを研究してる人はあそこで止まってん、こっちに来ないね。学者ってあの僕は分かりませんよ、分かりませんけれども、あの船舶なあの推測で言うと、自分の都合であの論を展開するってことないですか。 この辺ここに向かっていくためには、これにこの論を証明していくあ のには都合の悪いようなデータっていうのはちょっとこうそぎ落としていってしまう、そのそぎ落としたものの中にそれこそ宮本常一さんじゃないけどもね、襖の下張りの向こう側にある真実みたいなさことっていうのが、学者はそっちじゃなくてこう自分のこう目論んだところに進めていくことで論を編むことによって、まああのうん、生物扱わない人が多いよね、学者は。干物って私は言ってるんだけど、干物、それもうちょっと詳しく話してください。つまりあの古文書とかね、うん、そういうのをで、だから例えば歴史学会でいうと現代史は学問でないとか言う、ついこの間までそう言ってたの。私がわっぱ一揆なって一生懸命教わったあの佐藤茂郎っていう人が言ってたけども、昭和史なんて学問じゃないって言う、昭和で起きてることなんかに価値はないぞ、そう学問的な、だからものすごく違うわけで、だから古物やって古物商みたいなやつね古物商だから、私はあの干物だって言うんで、干物に生物のことは分からないって言ってるんだけども、干物と生物って往復しなきゃならないんだよね、干物は干物にとどまっちゃうでしょいうふうな話で、うん、生物 の話にこれ通じるのかな、言葉でもう一言ちょっと、うん、あの方言
つまりその男女がどちらからでも言い寄ったり打ち明けたりするときってやっぱり方言の方が絶対的に強いよね。標準語でさ愛を訴えても力ないよ ね、うん、ね小室さんのあの東京に育ったもののね、うん、ちょっと資料の足りない方かなっていう、まあ、資料ってその先生資料ってごめん違うつまり、ね、それは教えを請うてみたいですね。いや教え子はだって言われてどういうこと田舎者から見ればね、うん、なんか可愛い女の子が東京言葉喋るものに惹かれたりするわけよ。そこはもちろんそれはありますでしょ。だからそれはそういうところとこでその先輩あのなんていうのか騙されたりなんかすることはあるでしょうけれども、もっといやただあるんだよそれ。トンビに油揚げ触られるようにあるわけよ。悔しい思いをしたわけか。いやいやしないけどね、それを女の人は浅はかだとかつなげませんよ。つなげませんけどもつないでんじゃないだからそのあるわけですよ、ね、何がこのぐらいにしとく。いや私は困らない。俺も困らないんだけどさでもその藤沢周平っていうね、はい、人と小室さんのつながりほらそうなんですよね。小室さんっていう人はねあのこういう人でしょ。どういう人ですか小室さんエッセイ集があるんですよ。さてコーヒーの話だがとかね。ああもう恥ずかしい、まあ、タイトル生意気だよね。さてコーヒーの話だがとかってこれかなりのベテランでなきゃつけられない題名ですよね何よ残念ながらその文庫になって絶版です。そうですね、はい、いいんですよ、うん、それと藤沢周平ってどういう関係なんですか。いやそれでなんかこう小室さんっていう人は藤沢周平会ったことあるんでしたっけ。僕はないんです。ただね藤沢さんの自慢話はね、藤沢さんの、あのどうぞっとねやめてくれまあいい、藤沢さんのエッセイの中に出てくるんですよ。僕はどのように出てくるかっていうと、最近私はあるテレビドラマを毎週楽しみにして見ることにしている。でそれは山田太一さんの、あの脚本による早春スケッチブックというものなんです。でもちろん私はそのドラマのが好きで見ているんだけれども、もう少し言うとテーマ冒頭に出てくるドラマのテーマ曲がテーマ音楽が好きで見てるのかもしれないっていうんですよ。もちろんもうそのご推察の通り僕がその音楽を書いたんですけどね。セミシグレもそうでしょ。でセミシグレはその周平さんが亡くなってからこの近年ですよね、 3,4 年前に NHK でセミシグレというドラマが作られて、その僕が音楽を担当したんです。ですから周平さんに生きていてくださってね、聞いてもらいたかったなと思うんですけれども。周平さんに代わって私たちが聞くとか。わかりました。販売機っていうのがありましてね、その藤沢周平で私もなんかも喋って、いつか小室さんにお願いしたいっていうから、小室さんご存知かどうか、庄内日本海側に冬カンダラっていうカンダラ汁っていうのがね、これが全部食べられるタラ、カンダラ食べさせから行こうって言ってカンダラ汁で釣って小室さん。違うよ違う。まあそうなんだけど、そうか、そうか、違うね。小室さん、カンダラ汁食いたくない。そう、それは食いたいけど、食べたことないでしょ。そう、結構。で、日にちを決められて行くことになった。結構簡単に釣られる。ね、それで小室さんに喋って歌ってだっけ。それから行ったらそれが完売したっていう感じで、その。
藤沢周平さんゆかりの人たちが集まって、そうそう、うん、そこで藤沢周平さんについて、まあ、食べるというか、階段みたいなことをしていただいて、すっごい寒い時でね、帰れなかったんだよね。うん、雪が。電車も飛行機も。そう。カンダラジルで食べたもん。これがね、うまいんですよ。つまりあの冬のタラをあのもうぶつ切り状態で、あの内臓から何から全部ぶち込んで、そうそう、あの汁にしてあるんですけど、もうこう内臓。そうそうそう、ちょっとネギぐらい入れてね、うん、ああそう、ああそうじゃなくて、いや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 、だってあれはあまりごちそうっていう感じでもないのよ。でもじゃあもうね、安くないんだ今やね。いや、やっぱり小室さんにね、かんたら汁2杯でごまかしちゃ悪いかなと思って。それで、まあ、藤沢周平さんのその先日のドラマで、があの出た人ディレクターが今回はエンディングテーマの歌でいきましょう、歌詞が歌って言われて、六門線の及川晃平というものが多いんですけれども、旅立ちの歌の及川晃平に詞を書いてもらって、エンディングが歌って、歌詞が歌詞が覚えてる、物を覚えてるんですけどね、途中で詰まるかもしれない。いや、これがね一番だけで意味のないから、なるほど、4番までいかないと。で、ところがね、ところがドラマで1分も流れないんですよ、演技テーマで、後編には1分も流れないんだからね、短いって言うんだから、うん、まあ、分かった、で、詰まるって言ってた抱きしめ踊り出すのよ、あなたと一緒に花を抱きしめ踊り出すのよ、あなたと一緒に
優しい一時だけなら誰に伝えることもしないで風になって遠くへ行くあなたと一緒に風になって遠くへ行くのあなたと一緒にもう一度私に見よう一瞬だけなら生まれたままの心姿悲しみさに涙を添え